ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。おう。ジャン君、おはよう。おはようございます。今日は朝からですね、うちの母が4回目のワクチンということで、付き添いで行くことにしています。雨の予報だったんで、バスに乗ってみんなで行こうと思ったら、うわー、こんな感じです。晴天、自転車で行けそうです。マオイママさん、黒犬パパさんは2人で自転車に乗って、バスの伴走ですね。バスと同じ頃に行って、現地で待って、帰りはなんかちょっと食べて帰ってこようかなと。まあ一旦行って帰るだけですけどね。高齢の母はバスに乗って帰ってくるという算段でございます。なんか新しいワクチンになったら、後遺、なんだっけ、調子悪くなるやつ、あれなさそうだっていう話ですけど、今日のワクチン何なんだろうね。ということで、まだワクチン打ってるのという世相の話でした。僕もそろそろ通知来るのかな、60歳以上ってなってたけど、何にも来ていません、自分自身はね。じゃあ、ジャン君、またお留守番ですが、お願いしますね。2、3時間だと思うよ。そんなにもなんないかな。
ちゃん。はい。みーちゃん。今日は隣町のカレーを買ってきて食べたよ。食べたよ。カレーを買って食べたことがニュースになる家だよ。なんせね。近所のカレー屋さんがね。なんかコロナの時にやってなくてね、今はやってるんじゃないかと思って何回か見に行ったんだけど、やってなかったんだけどね、夜ならやってんのかもしれないななんて思ったりしながらちっとも行かなくてね。そして隣の今日は、隣の駅との間にある、会場でうちの母が、ワクチン注射をしたので行ってみようということで自転車で行って買ってきました。味は結構美味しいんだよね。ただテイクアウトなのであれがね、ナンが柔らかくなっちゃったんだけど、お店で食べたら美味しいかもね、うん、でも隣の町なんだよね。トースターでちょっと温め直せばいいんじゃない、ナンは。でも買いに行く、テイクアウトで買いに行くにしても遠いし、まあ隣の町に用事があった時に行ってみよう。でもその隣の鶏肉ラーメン屋っていうのもうまそうだったんだよね。鶏肉なの？鶏、うん、なんて、なんて書いて、いや違う、肉だと思う。肉なの？はい、ということで美味しそうなものを見つけたのと、美味しいものを見つけました。よかったね。ジャン君はどかせたいときこれやるのね。悪い兄さんだね。兄さん、ワンちゃんと仲良くしてね。喜んでんのかい。ワンちゃんはジャン君が大好きだから。ワンちゃん、ワンちゃん抱っこされてんの。ワンちゃん連れてくよ。ワンちゃん、ワンちゃん下に連れてくよ。いい子だ、いい子だ。いい子だね、ワンちゃん。この抱っこ慣れてごらん。結構いけるんだよね、パンはね。パンちゃん、かわいい。パンちゃん、かわいい、かわいい、パンちゃん。一切力が入っていません。長いじゃん、パンちゃん。そんなに嫌がっていません。はい、やっぱ嫌なの？うん。はい、嫌なの？ちょっと文句言い出したかな。ポンちゃん、ポンちゃん、いい子だ、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。いい子だね。かわいい。かわいい、ポンちゃん。そして、ジャン君は下にいます。はい。え？ジャン君、ベッドから出たの？ジャン君どこ行く？じゃあ、ジャン君、抱っこされてる人がいますけど。はい、はい、どうぞ。あ、ビリビリって言った。爪に引っかかって洋服破けました。なんてこと。こんなことになっちゃいました。まあね、弱くなってきてるからね。ポンちゃん、ポンちゃん、まあでも抱っこできたから。そうだね、今日は抱っこ記念日、サラダ記念日みたいなもん買ってくる。これね、ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、おやすみなさーい。